はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。バージョン4ね、4クリア後で、まあ5の手前なんですけど、そこにできるクエストを今埋めてる感じですね。ということで、ここだね、580からいきたいと思います。現王とキンベルの女性、エミリエが何か困ってるようだ。こことか、ゼフの店にゼフが何か頼みたいことがあるようだ。だいたいここにいっぱいあったよね。じゃあ行ってみようか。まあ、前回のね、確実に続きなんですけど、レベル112までに一応解放したんですよね。まあ5になってからやろうかなと思ったけど、まあ万全にして5に行ってもいいかなと思いまして。エミリエがどうとかって言ったよね。ここに5個あんのか。これだ。まあ、5個やってもいいけどね、2つ分かれっかな、さすがに5つもあるからね。この人なんか見たことあんな。あなたボッコさんではなくて、以前私の頼みを聞いてくれた方よね。私はなんと幸運なのでしょう。あなたが来てくれるなんて、これこそ運命というものではないかしら。実は困っていることがありまして、よろしければ今回もまた私の頼みを聞いてくださいませんか。はい。ありがとうございます、ボッコさん。それでは早速お話しますね。つい先日、ずっと行方不明だったマローネ様が戻られ、荒れ果てたパドレア邸も修繕されたという噂を耳にしましたの。早速私もお伺いしようと思ったんですが、転送の門が不調だとかでパドレア邸に行けないのです。門の前にいるコルシャという兵士さんに説明を求めても原因究明中だとしか言わず、取り付く島もないありさまで。さぞや難儀されているんでしょうね。そこでコルシャさんを手伝い、一日も早く転送の門を復旧させてもらえないでしょうか。コルシャさんは王国軍区画の転送の門の前にいます。まずはお話を聞いてみてください。どうぞよろしくお願いしますね。これはね、飛べないから、まあ行くしかないね、自力でね。エテーネルキューブで飛ぶとね、違うとこ行っちゃうよね、これ多分ね。まあ、気休めだけど真ん中までは止めるからね。申し訳ありません。転送の門は原因不明の不調によりただいま使用できなくなっております。はい。うむ、ありがたい申し出なのですが、非常に厄介なことになってまして、私も手をこまないておるのです。門の不調の原因はおそらくパドレア邸などの浮島が、移動し、門に設置された転送先の座標と実際の座標にズレが生じてしまったせいかと。一度転送の門を再起動させれば、自動的に現在の座標に設定し直され、この不具合も解消されるでしょう。しかし困ったことに再起動は門の管理者権限を持っている者にしかできないようになっているのです。管理者はドミネウス王をはじめとした王国の首脳陣数名に限られているんですが、王宮消失時にどなたも行方不明。そうか、脱出してる可能性が残っていた。あの日転送の門を使った人の中に管理者がいるかもしれません。今門の使用履歴を調べてみます。少々お待ちください。はい。戻ってくるのを待った。あの日、王宮が消える直前、最後に転送の門を使った中の、門の管理者が一人だけいました。ジャベリー参謀です。しかし、行き先がドミネウス邸とはどう受け止めればいいものか。あの浮島はすでに墜落しており、今や廃墟。無事に転送できていたとしても、瓦礫の中で生き埋めのはず。あの辺りは、辺境警備隊の巡回ルートだと聞こえます。辺境警備隊詰め所に行って、隊員たちから事情を聞いてみてください。はい。はい、とりあえずね、この詰め所に行ってくれって言ってましたよね。
来る途中110になっちゃいましたね。お、クエスト追加された。86、80、そうだね、情報を集めよう。ん？しまった、赤い人いる。ここは辺境警備隊に詰め所であります。隕石が消えて何よりであります。え？廃墟のドミネステアあたりで異変はなかったかですって？少し前にあのあたりで軍の高官を保護したんですが、すでに一般の方がお聞き及びとは驚きであります。まあ特に秘密でもないんで教えますけど、警備隊本部でご静養中でありますよ。ああ、そう。助かったってことか。ん？ここのどっかにいるのかな？下かな？なんか下っぽいような気もするけど。あ、これだ。ギミはゲホゲホ。ひどく喉を痛めているらしい。喋るのも辛そうだ。あ、まだ無理をさせないでくれ。そちらのジャベリ参謀はつい最近ドミノステイ付近で保護されたばかりでな。しかも、療養中に風邪をひいてしまい、喉をひどく痛めてしまったのだ。そのせいで会話はままならない。ラ、ウラの、おや、ジャベリ参謀が何か言いたげな様子だが、ラウラの実、ゲホ、ゲホ、ラウラの実、ラウラの、ラウラ、ラウラ、ウーム、思い出せん。ちょっと前に部下のネリエから似たような言葉を聞いた気がするんだが、ラウラとは何のことだろうな。ラウラの、え、なんかあったっけ、密林？お、ネリエ。何か悩んでるようだね。役に立てるかもよ。私に聞いてみな。ラウラが何か尋ねてみますか？はい。ラウラ、ジャベリ参謀が？あ、ピンときたよ。ラウラの蜜のことだね。蜜か。あ、そうだ、そんなんあったね。あの蜜は傷んだ喉を立ちどころに癒してくれるんだ。それはもう効果的面でね。だから参謀はラウラの蜜を欲しがってるんじゃないのかな。ちょうど今の時期ならラウラリエの丘に花が咲いてるはずだよ。きっとラウラの蜜が取り放題さ。だそうです。じゃあここに1個またクエストが出てるので、ラウラの蜜を取ってからここ来ましょうか。あ、ムーンキメラ出てきた。あ、ね、しか早いか。これ初じゃねえか。じゃあね、月光魔鳥ハンター。まあいずれなる時のために覚えとくか。まあ高く売れたりするものもあるけどね。これだ。はい。かぐわしい匂いを放つラウラの花が辺り一面に咲いている。はい。以前シャンテと集めた喉に効く上質の蜜が取れそうだ。ん？なんかいいのかな？ここ歩いたいね。フローラルダンディーってやつね。天性モンスターね、一応出てくるかもしれないから、まあ戦いながら言ってるんですけど、結構ね、倒してるんですけどね。ホースデビルのね、天性モンスターとかもね、いつは裏で倒してたりするんですよね。で、なんだっけ？レッドバロンだっけな。なんかそんなんとか、いろいろ倒してますよ、結構ね。もう一個ここにクエストあるけど、先受けちゃっていいかな、じゃあ。そのガオリはゲホゲホ。はい。ラウラの水が入った瓶をグイッと煽り一気に飲み干した。おお、声が戻った。さすがラウラの水。ありがとう、ボッコ君。君のことは覚えているよ。以前玉座の間で会っただろう。その王宮も襲撃の憂き目に遭う消失してしまって久しいが、
王宮が異行事で振り返ったあの日、私はかろうじて転送の門で脱出したんだが、なぜか廃墟のドミネンス邸に飛ばされてね。どうにか瓦礫を押しのけ廃墟を脱出したと思いきや、魔物に襲われ重傷を負い、長らく生死の境をさまよっていた。不幸中の幸いか、警備隊に保護され傷は癒えたんだがね。今度は油断して太刀の悪い風邪をひいてしまった。ようやく熱は引いたんだが、喉だけは一向に治らず散々だったよ。だが君のおかげで助かった。何やら私を探していた様子だったね。私で力になれることがあるのかな。はい。福島の座標を見失ったか。確かに管理者による再起動が必要だな。私が立ち会わなくとも合言葉さえ言えば再起動は可能だが、軍の機密でもあるし、いや、急用する事態だ。君を信用し合言葉を教えよう。門の周りにいる兵士コルシャにチャットの周りにでギリウス陛下万歳と伝えるんだ。あとは彼に任せなさい。ギリウス陛下万歳ね。ちなみにギリウスというのは遥か昔の国王で、転送の門の建造を命じた人物らしい。私もあまり詳しくないのだがね。ギリウス陛下万歳ね。ギリウス陛下万歳、いきなりないですか、ボッコ様。はい、僕はギリウス陛下万歳が転送の門の再起動させる合言葉だと説明した。うむ、管理者でなくても合言葉を言えば門の再起動は可能だったんですね。早速教えていただいた合言葉で転送の門を再起動させてみます。しばしお待ちを。コルシャは転送の門の中に入っていった。ボッコは彼が戻るのをじっと待った。やりました、ボッコ様、門の再起動が始まりました。しかし完了までに時間がかかるようです。そういえばエミリア夫人の依頼で復帰を手伝ってくださったんですよね。ならば夫人に報告してきたらどうでしょう。ボッコ様が報告を得て戻ってくる頃には再起動も終わってますよ。はい。ボッコさん、その後何か進展ありまして。はい。まあなんということでしょう。ついに復旧が可能のですね。ご尽力いただきありがとうございました。これでようやくマローネ様に大切な品をお届けすることができます。私が門の復旧を心待ちにしていたのは、散歩中にあるものを拾い、何としてもマローネ様に渡さねばと思ったからなんです。時にボッコさん、これも乗りかかった船ともにもう一つお願いを聞いていただけませんか。はい、ありがとうございます。ではこれを受け取りください。はい。記憶の緑結晶を渡された。今お渡しした記憶の緑結晶をパドレア邸に住むマローネ様に届けるのが私からの新たな依頼です。お渡しできたら報告に来てください。俺はその時に。うわ、またかい。これ、入り口飛んだ方がいいかもね。中央広場って登録してるけど、入り口にね、ワープあるから、一気に飛べる。はい。あ、ボッコ様、ちょうど転送の門の再起動が終わったところです。無事、浮島の座標を再検索できたようで、門の行き先に王家の温室とパドレア邸が登録されました。王立アルケミアが登録されないのは気になりますが、これよりは転送の門をどうぞご順用お使いください。さて。そうだね。あ、また増えたね。ここ来ないとダメなんだね。588。お、87どっかにあんだな。やってないかな。またここも後に行かなくちゃないね。マローネさんってあれだよね。ボッコさんのお母さんだよね。あなたはボッコではなくて、よかった、あなたに会いたかったのよ。メラーデから聞いていたので、あなたが無事なのは知っていました。私の方は王宮で異行人に襲われ、目の前で娘を失った。覚えてるのはそこまで。目覚めたらこのパドレア邸にいたわ。メラーデが看病してくれたようで回復も早かったのよ。けれどメラーデは王族の務めを果たさなければならないと言い残して、時あたりでどこか行ってしまったの。あの子は多くを語ろうとしなかったけれど、もしボッコが訪ねてきたら時間をかけて話し合ってとは言っていた。けど話し合うと一体何のことかピンとこないよね。あなたの方には何か心当たりはある？はい。エミリエといえば以前うちで働いてくれていた家政婦長ね。その彼女がこれを私に。何かしら、早速見てみましょう。
私の名はパドレ。この結晶を拾った者よ、どうかこれを我が妻に、エテーネ王国のマローネに届けてはもらえないだろうか。心ある者に拾われていることを切に願う。マローネ、俺は今エテーネの、いやアストルティアに生きる全ての者の敵、トキミの箱キロノスと戦っている。一人ではなく俺たちの娘ボッコとだ。驚いてる顔が目に浮かぶよ。ボッコは君の目の前で未来へ解き当たりしたそうだな。ふ、なぜしているかって、俺は赤ん坊のボッコが遥か未来に解き当たりしてくるのを見たんだ。5000年後の未来でボッコは育った。再会した時はメレアデやクオードと同じ年頃の立派な若者に成長していたよ。君ももうすでに会っているはずだ。ファラスと共に君を救ってくれたボッコという若者が俺たちの子なんだ。ボッコは5000年後の未来から俺は君を助けに来てくれていたんだよ。まあこっちもね、生き返しでね、ドワーフにはなってますけどね。マローネ、君がボッコと親子の再会を果たすことを願っている。俺はもう君のもとへ戻れそういないが、ボッコなら必ずやキョロノスを倒し君のもとへ戻ってきてくれるだろう。何せ俺たちの子だからな、必ずやり遂げてくれるはずだ。君とボッコが再会する場に俺も居合わせたかったが、どうしてもそれは叶わないんだ。本当にすまない。どうか俺の分まで過ぎ去った時間を俺たちの娘と埋め合わせてくれ。名残惜しいがここまでのようだ。愛してる、マローネ。そしてボッコ、お前がこれを聞いているならキョロノスを倒したということだな。よくやった、お前を誇りに思う。あ、パドレ。あなたはもう帰らないのね。人間ボッコさん。ボッコ、あなただったの。あなたが私たちの娘なのね。よく顔を見せてボッコ。あの日に消えた私の赤ちゃんがこんなに大きくなって、成長した姿だからこそ分かることもある。あなたにはパドレの面影があるわ。私とあなたは確かに親子。これからはゆっくりと時間をかけて空白を埋め合わせていきましょう。とはいえあなたにはあなたの都合があるものね。でもこれだけは覚えておいて、今日からここはあなたの家よ。いつも帰っておいでね、ボッコ。はい、フルボッコさん。まね、エミリーにマローネの化粧を渡したことを報告しよう。まあボッコさん、もしかしてマローネ様に記憶の緑化粧をお渡ししてきたのでは。はい、そうですが、実は私もあの中身を見ていたんです。でなければ落とし主も届け先もわからないものですから。記録の中でパドレ様は自らの子をボッコと呼んでいらした。私はあなたがエテーネ王宮に出入りし、メレアデ様やクオド様と親交のある方お方だと存じていました。パドレ様のメッセージと照らし合わせ、もしあなたがパドレ様とマローネ様のお子なのではないかと思い立ったのです。かつてパドレ宛てで働いていた私があれを拾ったのも何かの縁なのでしょうね。ボッコさん、いろいろとありがとうございました。これは感謝の気持ちを受け取ってくださいね。おい、家族の肖像だ。美しそう。お渡しした報酬の中にマローネ様よりあなた宛に宛てられた品も入っております。離れている時も私とパドレを身近に感じてほしいとのメッセージが添えられておりました。私にも子がいます。我が子を思うマローネ様の気持ちはよくわかるんです。これなんかテーブルマナーみたいなやつか、これ。なんか前のクエスト、美しそうは使っちゃいましょう。次多分ね、これだね。ゼフちょっとやってみようか。歓迎しますよ、ボッコさん。さまざまな苦難がありましたが、どうにかみんなで店を続けられそうです。この国に起きた異変の真相は分かりませんが、あなたの活躍で最悪が回避され、より良い未来につながったと私は確信しています。
だからこそ気が引けるんですが、リンカやシャンテを助けてくださったあなたにしか頼めないことがあるんです。とある人物を救う協力をしてもらえませんか。ただしくれぐれも内密に。もちろんお礼はさせていただきます。はい、ありがとうございます、ボッコさん。あなたなら引き受けてくださると信じていますよ。それではまず、王都の西側にある扉に鍵のかかった家に向かってください。四下所長の家のすぐ近くですね。扉の前で、お薬の時間ですと言えば中に入れてもらえるでしょう。救ってほしい人物は2階にいます。私も後で向かいますので、現地で合流しましょう。それでは、お薬の時間です。いいだろう、入ってこい。お、なんかありそうだね。ないかな。2階にいるって言ったね。ああ、なるほどね。こんなのいいんだ。貴様は今更な、何の用だ。私は、出て行ってくれ。誰にも会いたくない。もう何も考えたくない。お待たせしました、ボッコさん。そしてベルマさん。いつもの発作が出てしまいましたね。さあ、落ち着いて時間、大丈夫ですよ。お薬の時間です。飲んでください。ゼフはベルマに薬を飲ませた。ベルマは少しずつ落ち着きを取り戻し、やがて静かになった。鎮静薬がよく効きました。あなたと再会して過去を思い出したのか、少し興奮してしまったようですね。驚きましたか。そう、あなたに救ってほしい人物とは、彼女ベルマさんのことなんです。エテーヌ王宮で黄金刑が行われた日、ベルマさんは錬金釜から割れたゴールドマンにやられて重傷を負いました。部下たちはベルマさんを連れて王宮を脱出。ところが、軍司令部には頼れず、ベルマさんを治療する医者のあてもなかった。それで皮肉にも唯一の心当たり、医療系錬金術が専門の私のもとへ駆け込んできたというわけなんです。指針がなければ生きる価値もない。終わりだ。すべて終わりだ。傷の治療は順調です。ただ、王宮を脱出するときにベルマさんは自分の指針書をなくしてしまったんですよ。ベルマさんは指針書を深く信じていました。指針を失った今、部屋に閉じこもり、毎日怯えて暮らしているわけです。かつて私たちは、指針監督官のせいで大変な危機にさらされました。すっきりしない気持ちなのは同じです。それでも私はベルマさんを見捨てたくない。そもそも私は、いえ、なんでもありません。ともかくベルマさんの指針書を見つければ、彼女も落ち着きを取り戻すでしょう。部下の話を聞いた限りでは、エテーネ王宮の御前広場で紛失した可能性が高いです。ですが、もはや王宮は消えてしまった。このままだとベルマさんは。やめろ、出ていけ。怖い、嫌だ、気持ち悪い。ああ、グレイン、スレイン。ベルマの呼び声でグレインとスレインが現れて、ボッコとゼフは家の外へ追い出されてしまった。消えたエテーネ王宮へ行く方法。王都を救ってくださったあなたなら何か心当たりがあるんだよ。ともかく私が店に戻って別の側面からベルマさんの心象をどうにかできないか考えてみることにします。では。さて。まあそうだけど、こっちの話？エテーネの御前広場って言ったよね。ここか。あ、くっついてんだ。そうだね。あ、そうだわ。やっぱあの時のものがここに来てんだ。またなんか出てこねえよな。お、ボロボロで読めない状態の新書らしき本が落ちている。ゼフのとこ、これなんだ。先か。だよね。
はい、お疲れ様です、ボッコさん。ひょっとしてメルマさんの新書が見つかったんですか。はい、なんと初めてお会いしたあの日からただものではないと思っていましたが、さすがボッコさんですね。この新書の表紙を判読しましたが、ベルマさんのもので間違いありません。ただ損傷がひどい。私が錬金術で修復してみましょう。ボッコさんは材料の調達を手伝っていただけませんか。獅子衣装を修復するための必要な材料は、まずアモールの溝を2個、はい、それからドキミダテの種子、これはディプロネコーチなどによるジメジメバブルを倒せば手に入ります。こちらは錬金の準備を進めておきます。材料が揃ったら戻ってきてください。アモールの水なんかなかったっけ。はい、ここにいますね。やっぱあの洞窟みたいなとこね。OK。アモールの水は今買いましたね。普通に道具屋にも売ってますね。はい、お帰りなさい、ボッコさん。修復の材料が全て揃ったようですね。早速、冷静に取り掛かりましょう。はい。トキミダテは、平野に生える雑草の一種で、種子を錬金すると、優秀な青色染料になります。ただ採取には手間がかかりまして、今回のように急遽必要な時はジメジメバブリーの体に付着した種子を利用することもあるんですよ。高位錬金術師向けの扱いの難しい素材ですが、時の新書の表紙を上品な青に染めるため古代から利用されてきたといいます。この種子はアモールの水を媒介に消化して最終工程に移行しますよ。さあ変質しなさい。なんとボロボロの新書が見事に修復された。いや、いけませんね。まさかここまで状態が悪いとは。破損したページの復元と外装の再構成には成功しましたが、肝心な指針の文章がかすれてしまっています。指針書はエテーネ王国が時見を行うと、錬金インクの自動書記で、記載されるものなんですが、著しく破損した場合は再出力が認められます。その指針書を作成した王国の、国王の承認、つまりドミネンス王直筆の署名があれば錬金釜で修復できるのです。エテーネ王宮、王国の執務室なら何かしら署名が入ったものが残されていそうですが、ひょっとして王宮の御前広場で指針書を手に入れられたボッコさんなら王国の執務室にも行けるのでは。私はここで錬金釜を再調整しておきます。もし国王直筆の署名が見つかったら記載されたものごと持ってきてください。マジか、またかい。大変だね。まあ行ったり来たりなんでね、結構時間かかりますけど、まあカットしますんで。ってことは、ああ、ここだ。さっきのところの、まあ、先に進めばいいのかな。どれだ。法令全書という本だ。まあいろいろ書いてあるんでしょうけどね。お、何かの会、え、これか。マイナと出会ったのは王都の視察中だった。彼女は庶民だったが、お互いの若さや陛下身分差など全く障害にならなかった。私たちは愛し合い、やがて娘が生まれた。母子には城下に家を与え住まわせた。ささやかな幸せの日々がそこにあった。だがマイナは死んだ。時の不審書にエテーデの未来のため自害せよと導きが示されていたんだ。私はこれを師匠の不王かな仕業だと睨んだ。師匠はマイナをよく思っていなかった。指針を改ざんし死に追えたんではないか。そこで私は秘密裏に時見の箱に接触した。だが明らかになったのは国王といえども、予言の改ざんは不可能という動かぬ事実のみ。運命とはかくも残酷なのか。彼女が死んでより良い未来は訪れたか。彼女は本当に死なねばならなかったのか。
時見の箱だけが私の苦悩を理解してくれた。死に従い、妃を迎え、心の平穏を取り戻し、マイナとの娘への興味もやがて薄れた。はい。裏表紙にドミネウス直筆の署名を見つけた。この海岸録かな？ゼフのところに持っていこう。はい。待っていましたよ、ボッコさん。国王直筆の署名が入ったものは何か見つかりましたか？はい。なんと国王の海岸録が残されてたのは、しかしこれはまさか、海岸だよな、あれ。まずは指針書の復元が先ですね。あとは任せてください。違ったらごめんなさいね。はい。ですね。指針書を復元する錬金技法は、王立アルケミア所属の錬金術師の中でも、ごく限られたものにだけ伝授されたんですよ。人の肉質には多くの情報が含まれています。ドミネス王の史跡をたどり、刻まれた意志を、尊重に分解し、慎重だね。指針書に再投稿していく。私がアリヒのまま、新書を読み流せましょう。さあ、編集しなさい。さて、さすがにここまでだろう。成功です。今度こそ指針の内容まで完全に復元できました。これは間違いなくベルマさんの新書です。触媒に使ったドミネウス王の、海岸録も、あなたにお返ししておきましょう。これも定めなんでしょうか。海岸録に書かれているのは、ベルマさんに関わる重大な情報です。それを彼女に見せるべきか、あるいは見せないでおくべきなのか、私に判断する資格などない。ですが、自分の意思で未来を切り開いてきたあなたなら正しい判断ができると思います。さすがに、はばかられてそっと、新書を閉じた。ベルマのところに持っていこう。はばかられて。また来たのか、懲りない豚め。家の中にエレナと命令されてる。ベルマさんの新書を見つけてきただと。ああ、デタラメを言ってんじゃねえ。とっととせろ、豚は豚小屋に帰れ。なんだよ、グレイン。あ、わかったからそんな目で睨むな。今開けるってば、クソ。本当に新書を見つけてくれたのか？敵同士だというのに、あの方のため貴様はそこまで。もしまだ間に合うなら、これまでの謝罪をさせてほしい。君にはいろいろとすまないことをした。この家はベルマ様の成果だ。私はベルマ様の世話を命じられて王宮から派遣された使用人だった。ドミネウス王が即位して以来、命ぜられていた指針監督官の任務には、疑問を抱いていたが、ベルマ様はそれに答えようと。私から言うことはそう多くない。とにかく一刻も早くベルマ様に新書を届けてくれ。頼む。ここか。あ、また貴様、出て行け、失せろ、どこかに消えろ。お願いだ、消えてくれ。死もない私にどうしろというんだ。何もわからない、もう嫌だよ。はい。これは間違いない、私の新書だ。あの日王宮でなくしたはずだが、貴様が見つけたのか、それともあの錬金術師の仕業か。いや、この際どちらでも構わない。あ、感謝するボッコ。私にとって時の新書は命よりも大切なものなのだ。ベルマは時の新書を身につけた。私は孤児だった。だから人生を導いてくれる新書だけが私を見守ってくれる母であり父だったんだ。時見の神殿もドミネウス陛下も消えた。新たな指針が示されることはもうない。だがそれでも構わないのだ。この時の新書は私に残されたたった一つの絆だから。どうした？他にも何か私に言いたいことがあるのか？はい。辛い事実を伝えることになりますが、本当に渡してもいいですか？渡す。でもこの本を読めばいいのか？海岸録、一体誰の？まさか。ベルマはドミネウスの海岸録を夢中で読んだ。読み終えてもまた何度も読み返した。ここに書かれているマイナとは、との娘とは私だ。母は本当に父を愛していたよ。父は私が生まれた当初、ここに通っていたが、政務が忙しく、長くは一緒に過ごせなかった。私は父恋しさによく泣いたものだ。そんな時母は私に囁くんだ。いつかお父様が迎えに来てくれる。指針書がその兆しを知らせてくれると。指針書だけが父との絆だった。私は導きの訪れを待った。幸せな未来を信じ、あらゆる苦しみに耐えた。だが母が自害して孤児になっても、父は迎えに来てくれず、幼い頃には人並みならぬ苦労した。成人すれば新書の導きに従い、指針監督官や、強制執行官の任に就いたが、結局は惨めな捨て駒にされた。だがそれでもよかったんだ。指針こそが直接かけられることのない父の言葉のような気がして嬉しかった。なのに、くく、はははは。海岸録ではっきりした。これまで私が信じてきた神は父の言葉は全てまやかしだったのだ。
私を新書に縛り付けた父はもういない。これからたっぷりと時間をかけて奴に奪われた自由な人生を取り戻してやる。お人よしの錬金術師にも伝えておけ。私はついに自由を手に入れたと。それからもう一つ、すまなかったと。いいのかな。おかえりなさい、ボッコさん。それでベルマさんはどうでしたか。はい。なるほど、そうですか。憎しみを糧にしてでも生きて自由をつかもうとするとは、彼女らしいですね。少し昔話を聞いてもらえますか。これは店の誰にも話していないことです。私はベルマさんを以前から知っていました。とはいえ彼女は私のことなど覚えていないと思いますが、私が王立アルケミアの研究員だった当時の所長ジデン氏は出世の鬼のような人で、成果を上げるために手段を選びませんでした。彼は万病を治す夢の錬金薬を、錬金薬を完成させるため協力者を探していた。そこで親のない子供を集めたのです。ベルマさんもそんな子供の一人でした。彼女たちがあそこで体験したことはとても言葉にできません。マグミカ氏が所長に就任してからは非人道的な行為はなくなりましたが、私が罪に加担した事実は消えません。だから私は償いのため親のない子たち、リンカやシャンテ、ルオンを引き取り育った。ベルマさんも必ず救いたかった。ありがとうボッコさん。あなたはベルマさんを救ったと同時に私の心まで救ってくださったんですよ。少ないですがこちらは謝礼です。どうかこれからの旅に役立ててください。お、時の新書レプリカ。それは時の新書のレプリカ。ベルマさんの新書が見つからない場合を想定して代用品を作っていたんですよ。ですがもう必要のないものです。ぜひ記念に受け取ってください。私の償いは終わりません。エテーネ王国の未来を担う若者たちをこれからも支援していくつもりです。自由を手に入れたベルマさんがどんな未来を描くのか楽しみですね。過激な方向でないことを祈りましょう。はい。ということで、今回ここまでなんですけど、これ多分飾れるやつだよね。着実に増えていきますね。レプリカって装備品か。そうだ、背中に時の不審書がついてる。こういうことね。はい。ということで今回ここで終わりたいと思います。まあ、だんだん増えていくんですよね、これもね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。